もちろんです。海の中の魔法の城というテーマで絵本の文章を作成しましょう。ずっと昔、青く広い海のどこかに魔法の城が沈んでいるという話がありました。この話を信じる少女がいました。彼女の名前はサキ。サキは海が大好きで、いつも波の音を聞きながらその魔法の城のことを想像していました。ある日、サキは海辺で輝く石を拾いました。その石は普通の石とは違い、まるで海の中の光を閉じ込めたように輝いていました。これは魔法の城への鍵かもしれない。サキは心を躍らせながらその石を大切に持って海に向かいました。海に着くと、サキは勇気を出して波に向かって石を投げました。すると信じられないことに、海の中から光が溢れ出し大きな渦ができました。渦の中から現れたのは美しい人魚の姫。彼女はサキに微笑みながら海の中の魔法の城への道を教えてくれました。サキは人魚の姫と一緒に深く深く海の中へと潜っていきました。海の中はサキの想像を超える美しさでした。色とりどりの魚たち、きらめくサンゴ、踊るように揺れる海藻。やがて二人は魔法の城へとたどり着きました。城はクリスタルのように透明で、内部は虹色に輝いていました。城の中には海の中の生き物たちが幸せに暮らしていました。彼らはサキを温かく迎え入れ、海の中の楽しいお祭りに招待してくれました。サキは人魚の姫と一緒に海の中のお祭りを楽しみました。美しい音楽、輝く光、美味しい海の幸、すべてが魔法のようでした。お祭りが終わると人魚の姫はサキに言いました。この魔法の城は海を愛する人にだけ見せる特別な場所なの。またいつでも遊びに来てね。サキは姫に感謝し陸へ戻りました。彼女はその日から海の中の魔法の城の素晴らしい思い出を胸に、海をより一層愛するようになりました。そして彼女はいつも海辺に立ち、いつかまた魔法の城を訪れる日を夢見ていました。おしまい。